台中都市運中運両電車は台湾の台中都市運で2020年に運用を開始する通勤型電車。搬入前に路上展示のためトレーラー輸送される第一編成車両台中市では初となる都市運路線で2020年の開業を目標に建設中の台中都市運緑専用車両として台中市及び交通部の代行で 台北市政府派や運行定局により調達され、信号系統を担当する、アルストムとコンソーシアムを組んだ川崎重工業が2連18、編成36両を受注した。2017年1月10日、川重兵庫工場でのロールアウト式典後、会場輸送された第一編成の車両は、翌月2月5日に、台中港に陸揚げされると、 市内の道路上で車両を展示する行事が開催され、北トンキショーに搬入された。半数は国内メーカーの台湾車両が担当している。2017年6月に新築圏の台湾車両本社工場でロールアウトし、2017年12月に両社合わせて全18編成が納入された。2017年10月、神戸製功所のデータ改ざん事件に際して、 台中市政府交通局が品質確認を行ったが、異常は見られなかったと公表した。統計式は、台北都市運の文庫線及び環状線に次ぐ、中量軌道輸送システム規格としては3例目、同規格による第3機情報式、標準機の鉄輪式、ライトメトロとしては、ドライバーレスメトロを採用した、台北都市運の環状線電車に次ぐ2例目となる。 またアルストムの移動閉塞ブランドアーバリス400により前線で最短90秒間隔での無人自動運転に対応し短時間で多くの乗客をさばいて過度な混雑を低減できる。ドア数の増加と座席数の減少で短い編成長でも輸送力を確保しているため下標の通り台湾各都市の中運量形式とは多くの点で差異が見られる。 1> 幅1.51メートルの外開きプラグドアが1両、あたり片側5扉、扉間は5人掛けのロングシートが設置され1両、あたりの座席定員は41人。全数が北トンキショーに配属されている。破損した連結機プレ会業6日目の2020年11月21日、車両間をつなぐ半永久連結機の部品に不具合が発生し、体中都市運行士は、 翌22日からの運行を全面的に中断した。破損した連結機部品は、川崎重工業が、米国の鉄道車両部品大手ワブテック社から調達しており、同様のものは、台北都市運の各形式でも採用されている。台北市政府早運工定局記念どころでは、台北では二十数年来一度も発生していないとしている。12月14日。 会見を開いた市長、路周園や市交通局、中都市公使の関係者は、原因が判明していないことと安全を、最優先すべく5日後に迫った、正式開業を断念することを発表するとともに、市民に謝罪。車両製造の革中連結機製造の米和ブテック機電工程を監督する台北市早運行定局に、対し早期の改善を引き続き要求していくと、 表明した。連結機のシャフトが強度不足だったことが判明し、シャフトが中国製ではないかとの質疑については、台北市早雲局は、川中からの報告によると、製造過程での熱処理に問題があった。グローバル企業である w a テ t e c の各拠点では、本国と同等の品質管理が行われていると、危機を読んでいる。と述べるにとどまっている。正式開業前の、 このトラブルと延期によって、台中都市運行士の損失が見込まれることについては、請求権と監督権を持つ台北市早運局が、川中への賠償請求を代行すると表明している。12月19日、交通局及び中早公氏は該当する部品について、ワブテック社の新品と交換することを川中に要求済みであり、翌年2月9日までにすべてを、 フランス製のものに換装し、検証を経て、改めて正式開業時期を判断すると表明した。2021年1月14日、部品交換を終えた、編成の試運転を再開した。累積1 0 0トルで一旦検査し、その後3 0 0トルの再試験を経て、全18編成の交換と耐久性確認は2月2日までの完了を予定している。3月6日、 台北市政府が前日に提出した報告書の審議が台中市政府で承認され、プレ営業再開の見通しが立った。ありがとうございます。